こんばんは。本日は、つむぐ城へと八重ライブにおいでいただきまして誠にありがとうございます。この日を迎えるまでに、本当にたくさんの方々にお世話になりました。そのお一人お一人を覚えて心から感謝申し上げます。この会を主催させていただきましたスローファッション山形の代表の鈴木ゆかりと申します。私たちは、布も太陽のエネルギーから作られる農産物だというふうに考えて、います。大地の恵みを受けて織り上がった、布を身にまとうと感謝の心が湧いてきます。食べ物と同じように着るものも素材の特徴を生かすためには必要な時間をかけてゆっくりと味わい楽しみ楽しみ味わうスローファッションという考え方を知ってほしいと思って私たちは活動しています。早速映画をご覧いただきたいと思います。本日はこの映画を作られた、吉岡敏郎監督もこの会場にいらしています。あと映画の主人公の一人である八重さんも山形に来て後ほど歌っていただきます。後ほどお二人にはさまざまお話を伺いますけれども、この時間同じ空間を共にできる喜びをよろしければ拍手で分かち合いたいと思います。よろしくお願いします。監督立っていただいてもいいですか。吉岡敏郎監督です。ありがとうございます。では早速上映を始めていただきます。どうぞお楽しみください。はい、それではそろそろ始めたいと思います。今ご登場いただいているのは、北村山レインボー合唱団の皆さんです。映画の中で八重さんが歌っていた愛をよる思いを紡ぐを合唱で歌えるようにアレンジしてもらったそうです。団員の一人が今回上映会のスタッフでもある上松靖子さん、彼女は映画の最初に出てきた佐藤宇三郎さんの姪御さんなんです。山形に嫁いでいらっしゃいます。皆さん今日は宇佐との服を身につけてステージに上がってくださいました。では歌っていただきましょう。北村山レインボー合唱団で愛をよる思いを紡ぐ、どうぞお願いします。Thank you.
ベンチですね、イグサロールのベンチなんです。私たちスローファッション山形は布も農産物だと考えているっていうふうにご挨拶させていただきましたが、畳も農産物だっておっしゃってる、鏡店さんからお借りしたイグサロールのベンチです。で、ここに座っていただくのはもちろん吉岡監督と八重さんです。ぜひ、では、どうぞ。紡ぐ織人は竹野道夫監督の吉岡敏夫と申します。そして岩橋真理大ちゃんです。映画のゲストをやっていませんでしたけど、まだ覚えてなかったんで、ちょうどいいかな、男の子2人、その下にマキちゃん、マキちゃんです。1歳、もう11月4日生まれなので、もうすぐ2歳になります。マキちゃん、もうちょっとね、あの頃言えば撮影をさせていただいたんですけど、なかったか撮影できなくて、2人の男の子はもう大きくなって、多分今撮影頼んでも出てくれない。すごい貴重な映像でした。なんかもう今もう生意気なことばっかり言っちゃうんだけど、本当にあの時のあの可愛さは忘れてはいけないなと思います。ありがたいっていうです。あの初めて八重ちゃんと会ったのが、宇さんも多分一緒に行った、あの鴨川にある亀田病院という病院がございまして、はい、あの2番目の男の子のケンケンが生まれたばっかりの頃で、その時に初めて私を会って、その後すぐ撮影に入していただいて、そして、はい、誰ですか、そっちがいい。すごいながら、はい、それでそのあと鴨川自然王国に撮影入らせていただいて、はい、それであの八重ちゃんに
お願いしたのが、八重ちゃんの好きなところに吉岡を、私を連れて行ってくださいねってお願いしたら、じゃあお父さんと思い出の場所が裏山があるからそこに八重ちゃん連れて行ってくださいって覚えてますねで、だんだん最初はね、ケンちゃん背をこぶって、うん、平坦な道を歩いてたんだけどもいや、行ってもいいよだんだんね、山だから坂道になっていって、それで大丈夫？大丈夫、大丈夫、はい。それで、しかも山道みたいになって、崖みたいになってロープがあって、ロープに愛ちゃんは赤ちゃんを背負って登っていくという、まだ生まれて、生まれね、子供をお産みになって数ヶ月しか経ってない頃、はい、そうでしたね、そうでしたね、うん、登っていくというたくましい姿を拝見して、これはただものじゃないなと。その山は頑固山っていう名前がついてるんですけど、見晴らしが360度見える場所 で千葉県の内房と外房両方の海が見えるっていう高台なんですよ。千葉県ってでもすごい低い山が一番高いって言われてるのが470メーターなので、まあ、丘って感じですかね、こちらの方から言ったらね。でもそういう場所でしたね。その山の上で撮影、本当に狭い面積のところで、私も本当に落ちそうなって感じだったんだけれども、撮影したのが生きるっていうのは食べるっていうダイレクトなことって八重ちゃんが言ってるシーンがあった。あのシーンがその山の上で撮ったところでしたね。そう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 。赤ちゃんがね、ここにね、抱っこって感じをね、抱きながら撮らせていただいたっていうのをね、ずいぶん今日も一緒に見ながら印象深く思ってます。そうですね、いや本当にもうたくさんの映像を撮ってくださったんですよ。もうもちろん映画になってでない部分のフィルムってたくさんあると思うんですけれども、いやそれは通ってくださってですね、鴨川自然王国に何度も何度もお酒を持って通ってくださるんですよ。それは内緒で私の主人も、まあ、ちょっと出てましたけど、すごいお酒好きで、楽しみなんです夜のね。 でもやっぱりこう、まあ、お互いにやっぱりこれが答えだよねという、今まあ、すごくそういう意味では充実した生活を送れてるんだろうというふうに実感しております。随分ねインタビューも本当に膨大な量インタビューした中での本当にこういいところ取りだったんだけれども、やはりこの八重ちゃんが育ったのがその東京という町、うん、新宿のこっちの方かな、新宿のすぐ近くの、まあ、渋谷千駄ヶ谷ってところだったんですけど、もう都会だよね。そう、ザ都会ですね。都会ので育った子がこの鴨川自然王国に行っちゃったという、うん、そのストーリーがやっぱしね、すごく僕は感動的、面白いって言い方変なんだけれども、うんうん、それを聞きながらとか撮影させていただきながら、本当素晴らしいなと。そうですね、うん、でもやっぱり30、まあ、20代はやっぱり気づけなかった部分ってあったと思うんですけど、やっぱりふと気づいたらもう30を目の前にしていた自分で、やっぱり自分の未来をこう想像すらできなかったんですよね、まあ、歌手という仕事をしてはいたのに。でこのままどうなっちゃうんだろうという不安ばかりがやっぱりこう襲ってきたというか、でもうそんな時も、まあ、自分のふるさとっていうか、やっぱ心の拠り所って人は必要なんだと思うんですけれども、まあ、ふるさとって本当の実家があるわけじゃないんですけれども、その鴨川自然王国っていう、まあ、私の父がいなくなって2年が経ってたかな、はい、もうその時ふらっと戻ったんですね。父もいない、まあ、おばあちゃんが住んでたので、まだおばあちゃんが会いに行こうかなと思ってふらっと戻ったのがきっかけというか、三つ子と旦那さんと、そうですね、ラブパワーですかね。でもラブパワーってのすごいんですよ引き寄せた、うん、まあ、今はちょっとだんだん薄れてますけど、どっちかいやいや、まあ結婚はね山あり谷ありだなと思いながら、でも本当にそういう、まあ、お互いの価値観が一緒になったというか、その土というものの上に暮らす
そこに未来像を描けるっていうのは同じ思いだったんですね。で、私のまあ両親、加藤という人と藤本敏夫っていうのはすごい人生を歩んできた人たちなんですけど、40代ぐらいまではあんまり顔合わせてないと思います。でしょうね。忙しいよね。顔合わせたらぶつかってた。常にぶつかってました。いつも喧嘩してた。だけどお互いに見てる未来は一緒だったと思うんですよね。目標というか、ここを目指していこうよ僕たちはっていうのはなんか一緒だったんだと思うんですよ。だからそれぞれの、まあ、ぶつかりがありながらも夫婦という関係、家庭という関係でいられたんだろうと思っていて、まあ私もそれでいいかなと思ってるんですけど、まあでもそれでもね、50ぐらい過ぎてくるとお互いのことを気にし始めるんだなって、なんかすごいやっぱり親のことを見ながら子供育ってるんですよ皆さん。だから、はい、それでお互いを気にし始めて、まあ、うちの父は58で亡くなったので、うん、まあ、そういう、まあ、シナリオ、まあ、船戸先生曰くそういうシナリオっていうのはあったのかもしれないんですけど、改めて、まあ、父が残してくれた王国に私の母も私も引き寄せられているの事実ですね。だから八重ちゃんのインタビューの中でも僕も印象的、まあ、自分がつないでるからなんだけども、まんまとここに来たかっていうお父さんが言ってるかなっていうのは短いセリフなんだけども、見るたびにまんまと来てるなっていうのが印象深いですよね。あそこはね、そうですね、まあ、だけどやっぱりそれは自分自身が選んでそれを、うん、ここに来てるんだっていう意識は強いんですよ。やっぱり父が来いって言ってたならば行かなかったと思うんですよね。なるほどね。うん、でも父は何も言わなかった。で、やっぱりそのがんという病気を患って、はい、で、まあ、食べるということを、まあ、ずっと言ってはいたんですけれども、まさか多分自分がねかかって命を、なくすとは思わなかったと思うんですけど。でもそれを私たちに教えてくれたんじゃないかって、私はもうそういうふうに、まあ、勝手な解釈でいいんですよ、ね、亡くなった方はどう思ってるかあるかもしれないけど、残された人たちがそれをどうやって受け止めるのかっていうことだと思うんですよね。まあ、だからでもね、今日も亡くなった方も変な話ですけれども、うん、今日も会場に来てらっしゃるかなと思うんであれば、お父さんもどっかこの辺に来てますね、いるかもしれないですよ。変な話しますね。瞬間的に行きたいとこ行けるんですね。そうでしょうね。で、私の父の墓は京都にあるんですけど、いつも王国にいるような気がして、すごい好きだったので、もうね、顔が変わるんです、表情がね、東京からその里山に入った瞬間に、ああここ本当好きだったんだろうなって。だからまあそこに、まあ、ちょっとお地蔵さんを置いて今、まあ、拝んだりたまに拝んだりしてますけど、まあ、でも本当に、まあ、いつもいてくれるというふうに私が思っていればもうそれでいいんだっていうふうに感じてますけど、まあ、前聞いたかもしれないんですけど、その歌手、お母さん歌手でしたでしょ、はい、それで八重ちゃんが歌手を目指してて、最初はその歌手同士のなんかお母さんの影響を受けたくないっていうのを避けてたって、歌手の部分での避けてた部分ってないですか。今結構一緒にステージ立ってらっしゃるじゃないですか。最初の頃はどうでしたか、その辺っていうのは。そうですね、やっぱりでも子供ができてやっぱ共感できる部分というか、歌手としてっていうよりは、まあ女性としてというか女としてというか、うん、で、まあ、自分の子供を見てやっぱりその親子っていうものに対してもすごい受け入れられるようになってきたというか、最近似てるところがだんだんまた増えてきて。似てますかね。いや、顔は父なんで、うん、気持ちみたいな部分とか、色調っていうこと、なんかコンサートの時の語り口調とか似てるんですって。50周年、ね、来年がね、半世紀でしょ、ね、うん、それをね走り続けてる人っていうのは半端じゃないですね。高倉健のこの間映画見てたら、うん、時子さん出てたからね。
居酒屋長どっかで見た人だったら若い加藤登紀子さんで、おお、なんかびっくりしちゃったけどね。あ、役者もできるんだみたいな。すごい、何でもやりますよ。半端じゃないですか。驚きました。なんか泣きちゃいましたよ。随分空いてないから。いやいやいや、加藤登紀子さんじゃないんで。ありがとうございます。いや、美味しいところですからね、山形は。ねえ、はい、弥生ちゃんに奥読くときに山形はお酒があるよってので全然違ったかな。そんなことないよね、マネージャーさんにね。うん、コンサートでも、うん、いろいろお世話になって、何度も何度も山形は来てます。で、まあ、農業大国でもありますからね、農業のことでいろんな農家さんとのつながりもあるので来たことがありますね。今日のね、主催の方の鈴木ゆかりさんとかスタッフの方にお世話だったんですけれども、2回かな、上映会やらせて、紡ぐのね、上映会やらせていただいて、まあ、吉岡も監督来なくていいから、やいちゃんを呼んでくださいと言われて、なんで僕がここに来てるのかなってあれなんですけど、ついでに来させていただいて、やいちゃんが今日主役ですので、僕はもう喋れないようにしたいなと。来なくていいって言われたんですか。いや、言ってないよね。それちょっと、あれですよね。いつもお世話になってます。本当ね、私でも改めて何度も見てるんですよ、映画は。まあ、改めてなんか大粒の涙が出ちゃうぐらい、そうですか、ありがとう。なんかもう、うん、って泣きたい感じになっちゃうっていう感情に襲われるんですよね。あ、なるほど、これはこう自分の心の中のことをこう、あってさらけ出してくれる映画を見てるだけなのに、そういう映画、そういう力のある映画だなというふうに感じましたね。見ながらね、あの八重ちゃんがね、あの山のね、あの日が差す道をね、歩いていくのね、あれたまたまね、朝で出てこられてね、それで止まんないで歩いてって、ちょっとそのぐらい注目、あと本当に普通の日常の風景なんですよ、あれは。止まんないで歩いてくると、どんどん丘の向こうをね、歩いていっていただいて、まだまだ延々あの3分で撮ってるんですけど、消える、ずっと消えるところまで撮ってるんだけども、そうすると映画終わんなくなっちゃうんで、それであそこでカットせざるを得ない。ホーポンのポンって曲がね、後ろに流れていて、本当はのシーン、あのポスターとかチラシにもねなっているんですけども、あのシーンが最初に最後に出てくる、最初のさ、はい、私が歌ってるシーンあるじゃないですか。ありますよ、で、あれすごい後ろから、この辺から撮ってないですか。それもあります。なんでそのこの辺の距離なんだろうとか、すごい今日見ながら思う。最初の方の後ろと終わりの方も後ろ両方ありますよね。そうです、すっごいここ後ろから結構長い時間撮ってるんですよ。あの、いい意味では髪の毛が、髪が綺麗だからと。あ、そうですか。いい意味で、いい意味で、悪い意味じゃないよ。それもう一つ言うならば、その鴨川自然王国っていう、そのエネルギーを見せたいっていうのは、ヤイちゃん撮っちゃうと、ヤイちゃんも宇宙だから吸収されてしまうじゃないですか。で、紙越しに撮ると、その向こうにモナリザじゃないけども、あの、田園風景が広がってるんですよ。それを狙って撮って、後ろに回ってわざわざ撮ってるんです。そっか、はい、私は自分のことばっかり意識しちゃったけど、実はその後ろの背景が重要だった。それも重要、両方ね。だからそこのエリアとヤイちゃんが、エリアの中であってヤイちゃんっていうのは、その両方の存在ってすごくやっぱし大事にしなくちゃいけないと思って両方撮って。で、たまたま桜が、最後はね、桜が咲いてたんで、ちょっと過ぎてたんだけども、桜があったんで、それをずっと、多分このシーンはラストシーンに持っていけるかなと思いながら撮らせていただいたのが、あの最後のシーンですよね。だからその前の最初のところは寒い時にジャケットすぐね着てもらって、ちょっと北海道からすごくこう、ね、いい感じですね。あの歌ってよって、まだね、あの頃はそんなに愛をより思いつつ歌い込んでなかった頃、歌い込んでない、まあ渡されてすぐぐらいですよね、ですよね、また、歌ってみてって言われてすぐぐらい、この稽古リハーサル風景の時、本当あの時が木村俊介さんの作曲の塚原三味線を弾いてらっしゃる人いるんだけども、あの時に八重ちゃんにね、あの指導って来ていただいて一緒に歌ったの、あの頃本当に最初の頃だったんでしょうかね。そうですね、でもすっごい私に合うっていろんな方が言ってくださってて、で、あの一つ、1番2番3番あるんですけど、一つ一つが今私が感じている気持ちそのまんまだったんですよね。なんで木村さんが私のことわかるのって、ね、あの津軽三味線の、そうだね、あの木村さんにすごくこう聞きたくなるぐらい、水と、最初は水でしょ、次日向のあぜでおばあちゃんが会えるって話でね、
まあ子供、ね、一番は子供ですよ ね、で二番はそのおばあちゃ ん、で三番が亡くした人、ね、うん、もうそれを思ったら、うん、本当にたくさんの方の共通した思いなんじゃないかっていうふうにも感じたんですよね。あの私自身は私自身の中での今住んでる場所の、あの田んぼのあぜで本当におばあちゃんと話をするんですよ。あ、もう本当そのまんまだよっていうぐらいなんですけど、でもどんな人たちの中に、心の中にも、あの亡くした人との思い出があったり、あの、まあ、子供たちに何を残せるんだろうかっていうことを振り返ってみたりっていうことが、いろんな人たち、聞いてる人たちのストーリーであるんだろうなっていうのが、またすごく私は大好きな曲ですね。あの昨日僕は松江、島根松江ってとこ出身なんですけれども、木村俊介が昨日松江に僕の兄貴が企画したので、うん、松江に行ってて、で兄貴から電話来て、今木村さんがいるから変わるからと言って木村さん出てこられて、これから演奏しますからって話でね、それで明日八重ちゃんとお会いになるんだったらよろしくお伝えくださいって言われてなんかね、そっくりなんですよ、お兄さん。いやいやいや、それ、ね、どこに行っても繋がってるって感じっていうのは、その、まあ、音楽に限らずね、本当にこうつながっている、この映画の中にもいろんな出演者の方が出ていただいて、いろんなスタッフの方にご協力いただいて、あの親ちゃんを含めてお世話になって、多分さっきも言いましたけど、ここにあの多分石垣島紀行ツアーに行かれた方々の半分以上の方が亡くなっていらっしゃるんですね。あの最後は亡くなられた方が3人出てこられて、悲しいっていう言い方される時もあるんですけれども、うん、そうじゃなくって、あの、ね、そのうちみんな多分子供いるから50年ないか50年ぐらいしたらね、大人の方は亡くなる可能性が非常に強い。だからば今をやっぱし明るく楽しく生きるというのが、僕はこのテーマ一つのこの映画のテーマだと思っているんですね。あのこの映画の字幕っていうか、の文字が3つ出てきて、最後始まる、あ、終わりが始まるっていうタイトル文字にしたんですよ。だから生きる大地始まる、ただ最初はその始まりが未来っていう文字にしてたんですね。それをあの編集しながら、やっぱ未来じゃなくって今を紡ぐこと、このテーマ紡ぐなんですけども、紡ぐことが大事かなと思って、わざわざ書き直してもらったんで、もう一回見直すと紙が違ってたり筆が違ってたり構成が違ってたりするんですけども、あえてそのようにさせていただいた。ですから今を紡いでいくことっていうのが非常に僕も大事だと思って、八重ちゃんもなんかこうね、ますます宇宙人じゃないけど地球人なんていうかパワフルだろうから、そうですね、うん、楽しい今を生き切りたいと思います。ね、はい、ですね、ぜひぜひ一緒に生き切りましょうって思います。楽しくと思っております。そろそろ話も長いので、そろそろ八重ちゃんの歌にさせていただいた方がよろしいでしょうか。そうですね、まだまだいろんなお話を聞きたいところですけれども、はい、あの八重さんライブも ありますので、一旦じゃあここでありがとうございました。どうもありがとうございました。今日、先ほどの合唱と、それからあのこれから始まる八重ライブの音響のために尽力くださっているのは、インディーズレコード会社トリプルファクトリーの土屋さんです。あの心から感謝したいと思います。ところでですね、今日客席にあの映画に出てた方もう一人いらっしゃるんです。さくらんぼペンションの吉田さん、どちらにいらっしゃいますか。吉田さん、めでたく吉田と再会ですね。はい、